はじめにこの方から参ります。本作の企画プロデュースを手掛け、さらに主演の立石を演じられましたディーン・フジオカさんです。挨拶難しいですね。これいつもだったら大体あの、立石を演じさせていただきましたみたいな感じで始まるんですけど、本当やっぱりこうご自身の企画ということもあって、本当にもちろん自分の役に対してもそうなんですけど、私の役だったりもう登場人物全員の役のことを考えていたり、なんだろう、本当にまっすぐ作品と向き合っている姿がかっこよかったですね。坂口さん、ディーンさんの肉体見て、はい、なんか言ってましたよね。そうですね、あの最初あれディーン・フジオカさんってこんなでかかったっけっていうのが第一印象で、ただすげえストイックに体作り上げてきたなっていうのは、はい、感じましたね。なんかで東京戻って筋トレしたって言ってましたもんね、坂口さん。そうですね、あのちょっと悔しくなったんで練習しました。筋肉勝負になってたわけでございますね。まだピュアだと思います。まだなんだろう、こう撮影現場とかでなんですけど、こうやっぱりカメラマンさんだとか照明さんだとかって、こうやっぱりこう上司がいて部下がいてっていう形で、なんかこう上司の人にきつく言われてる人とかを見ると、同じくらいちょっと悲しい思いに、悲しい気持ちになっちゃったりします。ちょっとピュアだなって思いますね。素敵です、ね、感受性がピュアだ。そうですね、ま、こういう人と一緒にものを作れたらいいんじゃないかって思います。だから海外ではそういう俳優さん、まあ、ディーンさんと話した時に、僕はディーンさんは日本のトム・クルーズになった方がいいんじゃないかと思って、そういうふうにプロデュースもしながら役者もやって、まあ、そういう存在の人が出てくるべきだろうと思うようなことを感じながら僕はものを作ってました。本当にあのありがとうございます。日本のトム・クルーズ、アクションもではずっとこれからも、ね、そういうのが似合ってると思って、あの記者の皆さん、これはいいあのタイトルもらったみたいな感じじゃないですか今。